こんにちは、トライトニュースの時間です。統合版マインクラフトベータ版バージョン 1.16.100.59 のアップデートがありましたので紹介いたします。今回のアップデートはベータ版で追加したコマンドの追加機能やバグ修正などがありました。それでは早速紹介していきます。まずは Win10 版にレンダードラゴンを導入していましたが途中で停止していました。そして今回再度レンダードラゴンを有効にしました。今度こそレンダードラゴンはうまくいくのでしょうか。続いてのニュースです。前回紹介したカメラシェイクコマンドに新たに追加機能が登場しました。揺れ方を変えることができるようです。はい、前回紹介したカメラシェイクコマンドですが揺れ方の指定ができるようになりました。カメラシェイクの構文でカメラシェイク、アド、セレクター、揺れの強さ、秒数が前回までですがこの続きが追加しました。まずポジショナルという揺れ方のタイプがあり、こちらは前回と同じ揺れ方をします。新たに追加した揺れ方でローテーショナルが追加しました。こちらの揺れ方はこんな感じです。先ほどのポジショナルは上下左右に位置が揺れる感じでしたが、ローテーショナルは視点の角度が揺れる感じです。ローテーショナルの方が狙いにくいですね。スナイパーで狙う時の緊張した揺れ方になっていいですね。以上現場からでした。続いてのニュースです。スケジュールコマンドが追加しました。スケジュールコマンドとはとあるエリアに入ることでファンクションを実行するコマンドです。そして今回追加したのはエリアを円形にすることができるようになりました。エリアに入ることでファンクションを実行するスケジュールコマンドを使ってみてはいかがでしょうか。最後のニュースはこちら、マイクラトピックス。こちらのニュースはちょっとした変更点やバグ修正など細かい情報を Google 先生で翻訳した通りに紹介するコーナーです。それでは紹介していきましょう。まずはクラッシュ、パフォーマンスに関する修正です。ゲームの世界を飛行中または移動中に時々発生する可能性があったクラッシュを修正しました。続いてブロックに関する修正です。エンドロットに看板を配置できなくなりました。コマンドでのみ取得できるブロックにはプレースホルダーツールチップがなくなりました。ネザーで生成されなかったシンクの根、歪んだ根、ネザースプラウトを修正しました。コンソールエディションの保存から変換された壁が正しく結合されるようになりました。続いてアイテムに関する修正です。ゲームルールの小タグがフォルスの場合、アイテムロックアイコンとツールチップが表示されなくなりました。一部のアイテムレシピがクラフトウィンドウから欠落していた問題を修正しました。防具盾を操作した後、アーマーがホットバーに詰まることはなくなりました。本と羽ペンをクリエイティブアイテムインベントリに追加しました。最後にユーザーインターフェースに関する修正です。一時停止メニューのプロファイルボタンのサイズが正しくない問題を修正しました。以上、統合版マインクラフトベータ版バージョン 1.16.100.59 のアップデート内容でした。カメラシェイクコマンドの揺れ方を追加し、スケジュールコマンドが登場し、今回のアップではコマンドが多く登場しますね。そして技術的な変更点もこのようにあり、このような変更点も今回多くあります。これにより統合版マイクラも良くなっていくのでしょうか。バグさえ増えなければいいんですがね。こちらのアップデートはスイッチ版、旧 PE の iOS、Android、旧 Win10 版の PC、Xbox One 版、PS4 にも来る予定です。楽しみですね。それでは良い一日を。